不能のエネルギーを検出しました。悪魔倒すべし、魔王しばくべし、ゴッダブラー、ゴッドレクリーム、勝利の過剰風月。しょうがねえな。まあ任せとけ。それもエゾナンスブラスター、すげえなリムル。リムル様、みんなが励んでくれたおかげ。悪魔倒すべし、魔王し、平和だね。ごく高密度のエネルギーを検出しました。急がないとヤバそうだ。このオーラはな、おいおい、これってやばいんじゃないか。我らの命、果てるまで。悪魔倒すべし、魔王しばくべし、ゴッダブラー。外交でしたら特使を務めましょう。スライムが喋った。これは今まで味わったことのない。あの、大丈夫か。あ、これが通常運転なんだ。そうなのか。そうだ、魔獣でうやむやになりそうだったけど、結局破壊された土地の修繕費いくらかかりそうなんです。ちょっとカズマ、弁償代の話なんて振らないでよ。いやよ、
私は。また借金生活に逆戻りなんて。仕方ねえだろ、こんなめちゃくちゃにしちまったんだから。命を救われた上に残していくものがこれじゃ目覚めが悪すぎるだろう。ちょっと言いにくいんだけど、土地の修繕代を出せるようには見えないというか。大丈夫です、こう見えてカズマはそれなりのお金を持っているのですよ。お前が胸を張るんじゃない。まあそういうわけだから少ないかもしれないが、こちらから出させてくれ。正直助かるよ。事故で起こったことだし、もちろん全部とは言わないけど。すいませんね。じゃあちょいとこちらに。ゴニョ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 。ん？あれ？どうしたのよカズマ。弁償の話なんてさっさと終わらせてちょうだい。早く屋敷に帰ってとっておきのあれを飲みたいんだから。おかしい。おや、何か問題があったのですか？お金の話が全く噛み合わない。というか単位が違う。単位が違う？エリス通貨じゃないのか？エリス通貨なんて俺は初めて聞いたけど、金貨や銀貨はないのか？あるけど単位はエリスなんだ。ちょっとどうするのよカズマ。お金が使えないってことよね。あまりにも話が噛み合わなさすぎる。悪いスライムじゃないよにも反応してたし、こいつはもしかしたらっていうか、やっぱり。で、この冒険者ら4名が別の次元異世界より転移してきたものと推測します。転移？なるほど、話が噛み合わないのはそういうことか。信じてもらえるかわからないけど、話さないわけにはいかないな。なあ、いろいろ話が噛み合わないことについて聞いてほしいんだけど、いいか？こ、な、す、ば！というわけで、カズマたちはそっちの世界からこっちの世界に飛ばされたってのが俺の考えだ。な、なるほど。それなら辻褄も合うのか？しかし、にわかには信じられませんね。私たちが他の世界に来てしまっただなんて。異世界に来ちまった。マジかよ。どうしたのよカズマさん、青い顔しちゃって。どうしてもこうしてもあるか。今の俺が持ってる金全部こっちじゃどうやっても使えないんだよ。じゃあつまり私たちのお金ただのガラクタってこと？どうするのよ。それはこっちのセリフだっての。他にもこんな世界があるなんて初耳だぞ。私だって初耳よ。まあまあ、こうなったもんは仕方ないだろ。帰り方はこっちでも探してみるから、その間しばらくテンペストにいてもらって構わないよ。本当か？それは助かる。ただやっぱり少しくらいは弁償させてくれないか。異世界でツケを残すのはなんていうか、いろいろと問題が起こる気がしててさ。ああ、私も同意します。元の世界に帰る算段がつくまで何もしないで世話になるというのは申し訳ないしな。仕方ないわね。けどさすがに宿なしはごめんよ。わかった、そこまで言うなら手伝ってもらおうかな。衣食住についても用意させてもらうよ。それと弁償の代わりと言ってはなんだけど、テンペストのみんなと異世界交流をしてくれないか。カズマたちはいろいろあったかもしれないけど、せっかくの機会だ。こんな世界もあるんだって知っていってほしいし、逆に知りたいんだ。異世界交流か。確かにいろいろ聞きたいことがあるんだよな。わかった、リムルさん。いや、リムル様って呼んだ方がいいか。リムル様の提案通り、町の修復ついでに異世界交流とやらもさせてもらうよ。リムル様ってのはやめてくれよ。客人なんだから気安く呼び捨てで構わないって。そうか。じゃあリムル、これからしばらくよろしくな。うむ、こちらこそ。じゃあ早速で悪いんだけど、修復の下準備からしてもらおうかな。下準備？何をすればよいのですか？
さっきの場所で魔獣に囲まれたろ。まだそいつらの残党がいるみたいだから、俺と一緒に掃討を手伝ってくれ。そういえばまだちらほらと気配があるもんな。で、一緒に戦えばいいのか。ああ、基本的には俺が魔獣を片付けるから、カズマたちは打ち漏らしが出たら倒してほしいんだ。それはいいけど、正直あまり役に立つ自信はないぞ。自慢じゃないが、うちのパーティー問題児しかいないからな。質問です。爆裂魔法の使用は許可されていますか。解放されて完全復活ですし。許可されるわけねえだろ。また人様の土地に穴を開けるつもりか。まあまあ、めぐみの分も頑張ってあげるわよ。主にカズマが。カズマ、倒すのに手間取っても問題ないからな。この世界の魔獣、本当に容赦がないからたまらないんだ。すみません、なんかいろいろと。まあ、俺も打ち漏らさないように頑張るよ。なんだか愉快だな、カズマたちって。これは今まで味わったことのない一撃だ。世界はまだ広いということだな。悪魔倒すべ。平和だね。悪魔倒すべし。魔王しばくべし。ゴッダブ